山の神神社は、長崎県南松浦郡新上後島町、霧古里号に鎮座する神社である。大山積村を主催神に祀る。創建は、教法元年11月。東郷は、明治維新まで、宿の裏号内であり、豪民が、当地の山林を伐採して、生計を営んでいたので、山の神のたたりを恐れ大山積村を勘定し、石祠を奉仕した。 明治7年5月、無格者に列せられる。後藤藩は安永元年以降、大村藩より約3000名の百姓を開拓民として迎え入れた。完成9年、霧降る外地区には、大村藩外目地方黒崎より14名の潜伏霧タンが移住している。当社はいつの頃からかその子孫たちによって祀られ、現在でも霊祭などの祭祀に、 ウジコとして参加する者の,のほとんどが隠れの門徒であるという。また、ご神体にはバスチャン様のご像を祀っていると伝えられる。バスチャン様とは16世紀から17世紀に大村藩外目地方を中心にキリスト教を伝道した日本人伝道師であるが実在の人物であるか定かではない。なお、このバスチャン様が残した数々のものの中にバスチャンの日繰りがある。 バスチャンの日暮里とは、六百三十四年の大陰歴によるカトリックの教会歴であり、外目、五島の潜伏キリシタンはこの日暮里をもとに、隠れの年間行事を今日まで維持している。なお、アリ福島に鎮座するアダマコ神社も、キリシタン神社と認められている。境内社、塩釜神社、境内社、恵比寿神社その他の霧古里号の神社に、竿地区、竿神社、 こと神社がある。また、隣接する宿の裏号に宿の裏神社があり、奈良尾里には奈良尾神社がある。ありがとうございます。